おはようございます。2013年2月11日月曜日6時5分になりました。ということで3連休の最後の日ですね。いかがお過ごしでしょうかっていうのも変な言い方ですけども、どっか遊びに行ってる、まあただこの3連休えらく寒いので、あんまりなんか遊びに行ってないような感じもしますけどね。3連休の割にはなんか家の前の9号線走ってますけども、あまりなんか車多い感じはしなかったんで、多分寒いのもあって、あとそのね、3連休の最初の方のあたりにえらいドカ雪になるとかいろんなことを言ってたんで、多分その辺で、遠出する人が少ないんじゃないかなと思いますけれども、さて、今日はですね IT メディアニュースからピックアップしたいんですが、とにもかくにもこれ一色ですね。PC 遠隔操作事件で逮捕の男、野間猫騒動で殺害予告の過去、全く事実ではない、逮捕の男は容疑を否認、 PC 遠隔操作事件、PC 遠隔操作事件男を逮捕、 PC 遠隔操作事件都内の男に逮捕状との報道で、もうとにかく、IT メディアニュースになって4本もこの立て続けに、これが2月10日の7時11分で、これが8時59分、12時29分、13時7分と、とにかく立て続けにこんだけ記事がこう出ると。なんか、いや、まあ、事件のね、その真犯人らしき男が捕まったというので、あとは、細かな取り調べによって、どこまで、事件の全貌がこう出てくるのかっていうところなんですけれども、それはそれでね、確かにその、こういうなりすまし事件の、その何がどういうふうにこう行われてくるかとか、いろんなことが明らかになるのは、いいと思うんですけど、ただ本当に真犯人かどうかこれから分かってくるんですけれども、とはいえですね、一方で逮捕された瞬間にこれだけこう記事が出てくるんですね。なんか情報量がえれい多いなという感じがすごいするのと、それでもってこれは他のね、一般紙なんですけども、もう逮捕の前に相当情報がダダ漏れになってる感があって、例えばちょっと他の見つけられなかったんであれなんですけど、これ産経ニュースですね。ちょっと大きすぎるんであれなんですけども、ちっちゃくならない、これ最後のメールから1ヶ月、嘘、ミス、防犯カメラ、狭まる包囲網。これ2月6日なんですよ。2月6日に、どういう犯人かとかいうのが、こう、こと細かにこうね、もう書かれていて、で、どんな人なのかっていうのも、かなりこう、細かく書かれてたりするんですね。で、他のところでもどういう犯人像なのかみたいなところまで結構、大手のメディアにこう報道されてたりすると、でどうもですね、もうそんだけの情報がもうダダ漏れになってるというか、なってるんで、もう逮捕するよみたいなものをもう事前にこう言ってるような感じで、その逮捕する数日前にこうネカフェかなんかにこう出入りしてる、写真とかそういうのまでもう週刊誌かななんかにこう載ってたりとかしてるような状態で、ちょっとこれはこれで違う意味で問題じゃねえのっていう気がしたんですね。この犯人が分かんないですけども、それだけのことをこう報道されていたら、情報隠蔽をしたりとかですね、あるいは全然こうどっか違うところに逃亡するとかですね、そういうこともあり得る話ですよね。だからそのあたりが果たしてこの情報の統制、警察側の方からしかこういうなんて漏れようがないので、果たしてそのあたりはどうだったのかっていうのは、ちょっとそっちがそっちでね、気になるところなんですよ。
で、だからこそこれだけ逮捕された瞬間にダダダダダダッといろんな情報がこう出てきたりしてるというのもあって、ちょいとなんか逮捕するまでのそういうその情報の扱いとかなんかそのあたりっていうのがこれはこれでいいのかなっていうのが少しね気になる感じがします。でまたその真犯人っていうふうにこう断定されてないうちにそのね容疑者のレベルでここまでいろんなことがガガーってこう書きまくられるっていうのもっていう感じはしますけどね。まあその別に犯人を擁護してるわけではないんですが、ただあまりこういうことってどっかで勇み足になるというかなってしまうと本当にそのいろんな意味で違う問題を引き起こしてしまう可能性があって、この今回のねこの事件って殺人事件だったり、なんか大きな事故が起きてこう人が死んだとかそういうものではないのないっちゃないんですけども、ただもうねその巻き添え食って5人逮捕された人たちっていうのは本当にその後の人生にすごい影響を与えてたりするので、もう学校辞めたりとか会社辞めたりとかせざるを得ないようなところまで追い込まれてたりするんでね。でそもそも、警察に引っ張られて嫌な思いをずっとしてたりとかしてたわけです。だからそのあたりもひっくるめその良くないことなんですけど、ただまあそのあたりがないがゆえに余計にこんだけいろんなことがこうわーっとこう書きまくられたり、警察の方もその事前にいろんな情報が出すぎてるのかなっていうのはちょっとわかんないですけども少し気になるようなところですかね。さてそんなところでもう6時12分になりました。今日は3連休最後の日、ちょっとまあまだ寒い感じはしますが、明日からまた結構冷えるのかな、そんな感じですが、ちょっとね気候の変動激しいですけど風邪などひかないように、でまた春節祭で中国の大量の爆竹なんだかんだやって、また大気汚染というかそれがねうにゃーっとこう日本の方に来るんで、困ったもんだなって感じですけども、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。